ディレクター組み立てキット品。富士7 YFW25 組み立て手順。組み立て説明書の確認。組み立て説明書を必ずお読みいただき、部品表に記載された部品があるか確認してください。それでは組み立てていきましょう。1. 棚の組み立て。ジョイント差し込み寸法をペンでマーキングしておくと便利です。まず、棚部の部材を並べます。ジョイントに連結パイプをはめ込みます。組んだ枠にパイプをはめ込みます。組んだパイプの位置を調整します。棚を組み込んだら、J-49 をはめます。ねじれ、傾きがないことを確認して接着します。これで、棚の完成です。棚を元にして、足の位置決めをし、深さ30センチの穴を4箇所掘ります。2. 足部の取り付け及び足の固定。支柱パイプの先端に JB-49 をはめ、接着します。支柱パイプに筋解用パイプをはめ込みます。筋解用パイプの位置に注意して、支柱パイプを棚にはめ込みます。はめ込んだ後に、筋交いの位置を調整します。ねじれ、傾きがないことを確認して接着します。接着強度を得るために、24時間置いてから使用してください。最後に、棚の組み立て時に掘った穴に足を入れ、穴を埋めて固定します。富士7は、サイズの違う3タイプがありますので、用途に合わせてお選びください。これで、富士7 YFW25 の完成です。ディレクターは、サイズを自由に設計できます。矢崎加工製品取扱店、または、お客様相談室までお問い合わせください。